とりあえず話聞きに行こうか。あれ、うん、部屋から出るとハンデスが入って、高見はもういないの？まあいないよ、出てたもん。え、ここじゃないよね。あれ、え、あれ、どこに座ってたの？は、あれ、ん、あ、こっちか。あ、ここだ、ここ。ここだね。ここだね。で、ここの上に穴が開いてるんだね。あ、開いてるっていう体だね。開けとこうぜ、そこは穴。これリメイク版ではちゃんと穴開いてるんだよ、これね。ちゃんとそういうとこちゃんとしよう。うん、スクウェニーさん、そういうとこちゃんとしよう。とりあえず、もう一回、王家の、王家じゃない。王の間に行こう、王の間に。あ、いたいた。王ちょうど良いところに来てくれたないという一応紹介しておくべきかな。この者が我が息子にして、サザンビークの時代の王となる者、チャゴス王子であるぞ。お免じください、父上。なぜそのようなミリケラに、身分の低そうなやけらに、この僕を処刑するのですか？身分なぞ、問題ではない。お前の儀式を補佐してくれる者たちに、お前を紹介するのは当然のことであろう。儀式です。僕はそんな話聞いておりません。行くとは言って、お前はあれじゃ。何でもとか言えないのに、おいしい。茶を吸うぜ。チャゴス嫌い。大儀式を済ませ、強い王になれるとわしらに示さねば、ミーティア姫と結婚できるのだぞ。僕は結婚できゃ別に、本当にそう思っておるのか。聞けばミーティア姫はそこにいる女子に、勝るとも劣らぬ、ボン。ボン！こう、キャプチャーしなきゃ、ここ。こう、キャプチャー、ちょっと止めよう。うん、よし。けぇ？ブーン！な、座ると聞くぞ。おう。おう。どうだ、行く気になったか。私を出しにしないでよね。ちゃうすよ。城の者が陰でお前を何と言ってるか、ここでわざわざ言うまでもないだろう。少しでも悔しいと思うのなら、儀式を済ませ男をあげてみせろ。そこにいるエディたちも陰ながらお前の力となってくれよ。どうだ、チャゴスよ。行ってみんか。行ってみようかな。あ、でもやっぱりどうしようかね。お、行くと申すか。表向き、お前は一人で王座の儀式へ出発したことにするからな。一足先に、城下町を出て、門のそばにあるエテの馬車に乗り込んで待っていろ。よいな。よし、大地。チャゴスを早速儀式へ送り出せ。さて、一人で言ったように見せかけるためにも、兵士を連れて行き、派手に門の前で見送らせろ。はあ、仰せの通り。雑くね？一応王子なんだろ。一応王子なんじゃ、雑くね？やっと行けよってな。得てよ、くれぐれも、護衛のことは、誰にも公害しないでくれよ。あと、王者の儀式に関しては、城の外でチャゴスにでも聞いてくれ。そなたが見事、この任を成し遂げてくれれば約束していた魔法の鍵がくれてやる。はーい。ちょっとカルピス飲みまーす。喉が枯れてきた。喉すごい枯れるな。変な声出したから喉だから。特別なスープ。特別なスープをあなたにあげる。あったか
行きましょうか、うん。もう外に出ればいいんだね、このまま。今のレベル装備で行けるかどうかはわかりませんが、行ってみましょう。ちょっと民衆の話を聞こう。民衆の小太りな青年が大臣や兵士に囲まれて町の入り口の方へ歩いていったけど、あれは何です？え、この国の王子様ですか？身なりは良かったけど、とても王子には見えなかったな。クズだからね、だって、うん、クズ。当時の儀式に城の兵士を護衛につけるって聞いたけど、ただの噂だったよね。僕たちが行きます。はい。僕たちが護衛に行きます。はい。封じでも一人で眠りの天使に行くんだってぜ。いや、僕たちが倒します。はい。僕たちが。秘密裏に、僕たちが秘密裏に行きます。結構、大臣ね。そなたたちもしっかりなこの国の未来がかかっておるのだ。何とぞよろしくよしなに。はーい。じゃあ行きましょう。いや、逃げんの？逃げないでよ、めんどくさいから。なんて狭苦しい荷台だ。あの邪魔くさい釜さえなければもう少しゆったりできたものを。それにしてもなんだこいつは。こんな化け物みたいなおっさんを連れによく今まで旅をしてこられたな。うせ、うせでいつ、いつもだったらわしはこう見えても王様なんじゃぞって食ってかかるのに。ちょっと耳を貸せ。今は、わしも姫をこんな姿ちっちゃくそうですね。あなたの婚約者は馬になってしまいましたとは言えんだろう。だから王子には本当のことを伏せておくつもりじゃ、他のみんなにも伝えておいてくれ。よいな。ところで王子様、これからどちらへ向かいましょう。気は進むのが、ここから東にある王家の山へ向かってくれ。そこが王者の儀式の地なのだ。おっと、そうだ、得て。これをお前に渡しておこう。何？トカゲのエキス、うん、その袋には人間の匂いを消す粉が入っていた。王家の山へ入る前にその粉を体に振りかけておけよ。儀式で戦うことになるアルゴリザードは人間の匂いに敏感で近づいただけでも逃げ出してしまう。そこでその粉を体に体臭を消し、その粉で体臭を消し、トカゲ臭くなればアルゴリザードに逃げられず戦えるようになるって寸法だ。表向き一人で王者の儀式へ旅立ったことにはなっているから、普段は馬車の荷台に隠れているからな。王家の山へ着いたら馬車を降りて歩いてやる。だからうろちょろせずにまっすぐ王家の山へ向かえよ。はいしねーはいしねー、チャゴス、はいしねー。とりあえず、王家の山に向かえっていう、道なりでいいのかな？うん。道なりで、よかろうか。道なりでよかろう。ん？なんか道が違う気がする。ん？ん？こっち？あ、こっちだね。じゃあ、バウムレンの鈴を使って、行きましょう。こっちだ。どうしようかな。うわ、スカルライダー。スカルライダーはなんか落とすだろう。悩むな、これは。あ！チーム呼びはね、MP10。はい、パポンゲ、来てくれ。頼む。早速使っていこう。こ
これやるな、今、ほんとね。全然違うよ。ほんと、戦いだいぶ楽になる、これね。3ターンぐらいはね、こいつらが戦ってくれるんで。うん、あー、けど、ボスの時も呼びたいから、なるべく火ダメは避けていった方がいいね。うん。死んじゃったらモリーさんとこ戻らないと、その回復とかしてもらえないから、ダメージとかね。うん。ちょ、気をつけなきゃな。はい、ありがとうございます。これが MP10 だけでね、MP10 だけであれをできる。すごくない？レベルアップ。3ポイント。ヤンガスは鎌だね。もちろん鎌。で、カメラつけまーす。はい。いくぜ。3番頼むよ。3番頼むよ。3番頼むよ。こうやって、ここで投げて、こうやって、ああ、ちょっと外れた。外れた。いやー、今ね、3出たんだけどね、これやり直しね。うん。こういう、出て欲しいやつが出た場合はやり直しにしないと、不正、不正、エテポンギ不正しねえとか言われるから。はっ！2だね。打撃。テクニカルファイター。まあ、いいじゃん。まあ、打撃だったらいいじゃん。だって今打撃なんだしね。いいじゃん、いいじゃん。悪くない。テクニカルファイター。パーフェクトボディ。これで、みんなも、パーフェクトボディ。裏側。違う。微調整がむずいの、微調整。右が大きな山、左が北の関所。じゃあ、まあまあ、こっち、まあ、OK 行くけどさ。北の関所ってなんだ、次んとこかな。けど、鏡もらったら、あれだもんね。一回、また、ノルマゲスのとこ行くもんね。これは普通に倒そう。いや、いいね。ダンベラムーチョにはザラキがよく効くんだね。楽ここら辺かな？この先オーケーの山。よし。到着。まだか。粉を振りまかなきゃいけないのね。粉。なんかある？なんだあれ。よーい。おいや、すぐに売れれるにはちゃうちゃうしてねえべけ。ってことや、あれだべけ、儀式だべけ。うむ、その通りだ。ところで一緒に売れられたべけ。確か儀式であれば王子様一人で行かれるって聞いたんだけど。この者たちはここに来るまでの単なる付き添いに過ぎ。帰りも僕の世話をさせるので、儀式が終わるまで山に入ってすぐのところで待たせておくのだ。そうですね。んなら、気をつけていってください。はい。くんかくんか。やっぱし。風車、そんな人間くせに匂いじゃアルゴリザードが逃げちまうだ。何かで匂い消さねえといかんぜよ。いかんぜよ。急に龍馬。急に龍馬な。おっさんなら。ちょっと入ってみようか。何があるんだろう。こんなんあったっけ？
こんにちは。いやおや、まあこんな人里離れた土地に大きなすった。旅の疲れを癒したいのなら、うちに泊まっていかんか、心配するな、金などを取り合わせんわい。やっとっせ。ただ飛び、ああ、もう全然じゃあ、もう倒しまくって、倒しまくって MP 使いまくりゃよかった。元気もりもりのようだな。若俺はそこでなくちゃいかん。疲れたらまた来るがいい。ええー、ここただで止めてくれんのこれ。もしかして。うちの会計は、大体、大きな山のアルゴリザーと、大切さに世話をしていたんだ。アルゴリザーと絶滅しちまった。サザンピークの王子様の儀式ができなくなっちゃうぜ。じゃあまた泊まりに行きまーす。この奥だよね。こっちだよね。ここからが OK のあれだから、もう使うのかな？袋に入ってる？使う。これでいいのかな？行こう。トカゲ臭くなる粉とか絶対嫌だわ。で、これが、アルゴリザードなんだけど。くそ、逃げられたか。こんな嫌なことはさっさと終わらせて、一刻も早く城へ帰りたいのだがな。そういえば、アルゴリザードは、とても臆病だから近づくときは、後ろからそっとだと大臣が言ってたな。んで、アルゴリザードは後ろからそっと、近づけば、いいと。ジャゴス一緒。まあ、普通に戦おうか。帰れよ、ジャゴス。痛え。超強いじゃん、こいつ。いやね、こいつ、まあ、アルゴリザードには間違いないんだけど、確か、大ボスみたいなやつがいた気がするんだよな。逃げちゃった。逃げちゃった。これ勝てるかな？大丈夫かな？アルゴリでこれだろ？一発70とか来たもんな。まあ、ラリフォーがうまいこと聞いてるから。猛毒。てかそこそこ HP あるね。全然知らない。クールできれば MP 温存してくれ。あ、けどワンチャンここでレベル上げもできるか。宿屋近いしね。てか強くない？74。OK。650か。結構いいね、経験値。アルゴンハート。そうそう。これがね、必要なんだよね。うん。これがアルゴンハートか。意外と小さいものだな。アルゴリザードも、色気じゃない。色気じゃないね。血色は悪いが、見た目ほど強くはなかったし、ここ一つもっと大きいのが手に入るまでアルブリザードを倒し続けるとするか。言ってくれちゃって自分はすぐに逃げ出したくせにさ。っていうことで、より大きいね、アルゴリザードを、今から探します。あ、そうだ、満タン。
アルゴングレートだったっけな、うん、確か、そいつと、ちょっと一戦交えなきゃいけないわけだね。ただ、どこにいたか全然覚えてない。なんか、こういうさ、これなんか使わなきゃいけないんじゃなかったっけな。どけどけ。なんか、これを、おい、ジェシカ、そなたの持ち上げたものを見せてみろ。これがジョルの実か。確か、大臣が言ってたのは、アルゴリザードは、この実が大好物だと。奴らはジョルの実の匂いに、敏感で、眠っていても目を覚ますとか、まあ、それだけ、大好物だということか。どっかにね、あいつかな?ちっちゃくないか、けど。投げちゃったよ。ああ、なんか出てきた。倒すか。いやー、ちょっと、ここ相手したくないな。ここ相手したくない。あ、投げちゃった。これを持って、あ、そっか、一匹ずつ倒していかなきゃいけないのかな、これを。なんか、そんな気がしてきた。うん。これで寝ているやつは起きると。お、あそこに一匹、気持ちよさそうにグースが眠っているやつがおるではないか。おい、ジェシカよ。向こう岸にいるアルゴリザードをなんとかおびき寄せられないか。ああ、そうか、順番があるのか。順番があるのね。うん。なるほどね。